皆さんこんにちは。交流文言動画の4回目、単純二拍子の歌う練習です。前回はリズムを読む練習でした。リズムを読む練習の後には大抵歌う練習が続きます。これらの練習は拍子を取りかつ歌うと本には説明されています。私は学生時代、手で拍子を取りながら歌うように指示されました。上達するにつれて手や足で拍子を取ることは必要がなくなり、むしろ良くないとされることが多いと思いますが、慣れないうちは拍子を取った方が良いでしょう。ブレスを取る記号もきちんと守るように書かれています。また本には次のような説明もあります。まずドイツ音名で始め、次にイタリー音名で練習することという説明です。イタリー音名、つまりイタリア音名というのは、ここでは固定度唱法を指していると思われるのですが、私がこの動画シリーズを始めた動機は、この固定度をやめて移動度の解明を広めようということですので、この部分の指示には従わないことにします。ドイツ音名については、これが必要な場面はたくさんあると思います。それでも、この動画シリーズの目的である相対音感を身につけ強化することからすると、それほど関係が強くないと思われますので、ここでは積極的には扱いません。ですが一応楽譜にはドイツ音名も添えることにしました。一番下に書いてあるこれがドイツ音名です。しかし今日はドイツ音名の説明は省略します。何しろ今日は歌が長くて、歌だけで13分以上あるのですから。ドイツ音名の説明はそれだけのための動画を1本作ろうと思っていますので、そちらをご覧ください。ただこれから作りますので、公開できるのはしばらく先になりますが、さてそれでは歌を流します。一緒に歌っていただければ嬉しいです。最初はフラット3つの変歩調調で始め、一つずつフラットを減らしていき、次にだんだんシャープを増やしていくという順番で12の調調を巡ります。そういえば一つ説明を忘れていました。調がどんどん変わっていくと、このように楽譜が2段になることがあります。今表示されているのは上がロ調調、下が変波調調です。実はこの2つの調は書き方が違うだけで、実際には全く同じ高さの音になります。専門的な厳密さで言えば同じではないという意見もあるかもしれませんが、少なくとも楽器の指使い上は全く同じです。楽器が弾ける人は指使いを想像してもらえれば全く同じということがわかると思います。このように書き方が違い、音名も違う、しかし同じ高さである2つの調のことを異名同音調と言っています。調調は全部で15種類の書き方があるのですが、この異名同音調のペアが3組あるため、実際の音としては12種類しかないことになるのです。また長くなってしまいましたが、これを説明しておかないと疑問に思う人が多いと思われますので、ちょっと時間を取りました。それでは歌を流します。一緒に歌ってください。Oh.
今日の動画はここまでです。ありがとうございました。